対する信頼を IT の力で築くことができる。医療という名のサービスを IT の力で向上させることができる。札幌から西へおよそ30キロ、道内有数の観光都市小樽に話題の歯科クリニックがある。ビルの7階にある診療室からは石狩湾が見える。1日100名の患者が訪れるというが、確かに院内15カ所の診療ブースはほぼ満杯状態だ。熊沢歯科クリニックは2002年8月に院内ランを導入した。15台の PC を各ブースに設置し、診療に付随するさまざまなサービスに活用している。一体何を行っているのか。それでですね、インプラント入れて、3ヶ月が経つと骨とくっついてきますんで、そこにですね、これをインプラント入れるとですね、PC 画面には治療方針や治癒例が画像で示されている。自分の治療経過も写真で明快に分かる。治療の結果が具体的にイメージできる。患者は十分に理解し納得した上で今後の治療に臨むことになる。基本的にやっぱり全然今までの歯医者のイメージとは違うと僕は思いましたね。非常にやっぱりこう目で見れるんで分かりやすいなと思います。映画見れてね、今もう見せてもらったけどずっと撮ってあるっていうから素晴らしいなと思いますね。でやっぱり自分の歯の中分かりませんからね。だから安心はしてます。治療費の見積もりもその場で提示される。医師と直接やり取りができるから不透明なものは何もない。どの業界であろうとサービスの内容と価格を当事者同士が話し合って決めるのが最も公平で理想的なやり方であるに違いない。2年くらい前の写真と比べましてもですね、歯の周りの骨の状態があまり変わっていなくてね。もちろんレントゲン写真も PC 上の画像として扱われる。これも治療経過を説明する資料として有効だ。口腔内写真とともに取りだめた写真は患者ごとに整理されているので、今自分の歯がどうなっているのか通院のたびに明確にわかる。一番気になったのはインプラントの後ですよね。埋めてしまった後どうなるのかなっていうのが、でそれをレントゲンで撮った結果をちゃんと大きくして見せてくださるから、骨も盛り上がるんだっていうのが分かってすごく良かったし、歯茎がちゃんと元へ戻ってくるっていう状況も徐々に見られるとかね。奥のところね、熊沢歯科では単に診察し治療を行うだけでなく、治療の指針を与え治療のビジョンを示すことに精を注ぐ。これをシンプルな IT で何気なく実現しているところに新しさがある。こちらが6歳休止ですけども、特別なことをしているわけではなく最も説得力のある方法を選んでいるに過ぎない。しかし当たり前にも思える診療サービスがなかなか浸透していかないのが歯科業界の現状だという。院長の熊沢隆樹は医療がサービスであることを強調した。患者さんに情報をすぐ提供することで管理も優しいですしね、いろんな意味で反応がすごく自分の思っている以上に大きいんですね。だから要するに診療所というのはどういうふうなことになるかということに対する一つのあれですね、サービスですよ。このシステムのプランを立て実際の運用と管理を担っているのは副院長の上浦洋二だ。診療の中で患者にできる限りのサービスを提供しようとする思いは院長熊沢に引けを取らない。自分が患者さんだったらどうされたいかっていうのを実際やってるっていう、単純に言うとですね、一番根本はそこになるんじゃないか。自分だったらこうやってほしいっていうのがあるんですけど、それをやってるっていう感じだと思います。上浦は以前から患者の口腔内写真をコツコツと整理していた。それが膨大な量になっていたが、なかなか患者に見せられる機会がなかった。
でどうしてもやっぱり患者さんに見せたかったんですけど、どうしてもそのシステムっていうんですかね、時間が見せる時間がない、整理する時間がないっていうのが悩みの種だったんですけども、ランにするようになったからそれは見せることができるようにやっとなったっていう感じです。はい、診療ブースの PC で患者の予約を取れるのも院内ランの効果だ。医師や衛生士が患者と相談しながらその場でスケジュールが組める。一番身近なポイントってのは担当の衛生士さんがアポイントしますから、そうするとコミュニケーションできてアポイントしますから、なかなかねサボれないっておかしいけども、こうね、そのキャンセル率がだんだん下がってきてる。坂本さん、はい、お待たせしました。予約システムは受付業務も効率化した。来週の木曜日、はい、さらに受付と衛生士の双方で院内の患者と診療台の状況をオンラインで管理できる。治療や会計の待ち時間が短縮された。このクリニックの創設は昭和14年、 IT を使わずとも長年にわたる確かな実績によって十分に地元の信頼を獲得していた。だが院長熊沢、副院長上浦ともそれに満足はしていなかったですね。歯科の問題点としてはすごいですね、他の職種と比べてっていうかですね、問題点自分であるなと思ったのは治療期間とかですね、治療内容、あと治療の費用とかですね、あと今口の中の状況がどういう状況であるかと、でどういう問題点があるのかということと、それの治した後どういうふうになるのかというですね、こういったことに関してもうかなり不明確、不透明だったんですね。まあ他の職種に比べると、例えば車買う時もですね、こう綺麗なカタログとかですね、まあ詳細な説明あると思うんですけども、実際同じぐらいの歯科の治療でかかることがあるんですが、多分そういう説明はされてないと思いますし、どの部分にどれぐらいお金かかってるかっていうことについては見積書とかですね、細かいのは多分患者さんいただいてないんじゃないかなっていうケースも結構多いと思うんですよね。やっぱりそれだとですね、まあ今はいいですけど、例えば何年後、3年後、5年後とか、社会の情勢がますます今厳しくなってますから、その時に本当にですね、患者さんが納得してくれるのだろうかっていうような感じで捉えてるんですよね。はい、熊沢歯科クリニックでは実は以前にも IT のシステムを導入したことがあった。高額なシステム、期待も大きかった。1000万ちょっとかけて実は入れたの、導入したんです。それやって結論ですよ、一つだった時にね、これは患者さんを見れなくてね、要するに全然患者さん見れないですよ、コンピューターを見てなくちゃならない、こういうコンピューターじゃね、これはもう、ね、診療にならないということで、僕やめちゃってすぐ捨てちゃったんですよ。失敗の教訓が新たなシステムプランの根幹となった。もう同じ鉄は踏まない、過剰なシステムはいらない、本当に患者のためになるシステムが欲しい。そんな上浦を専門的な立場からアシストしたのは小樽赤尾殿下だ。社長の赤尾が当時を振り返る。何と言いましても医療機器の世界というのは非常にイカ向けと言いまして、非常に高い機器を設定されていることが多い。例えば歯医者さんの診療台でも診療台そのものに TFT をこう取り付けまして、患者様に、こういう状態になってますよというのを見せるシステムは実はあります。ただそれは市販のノートパソコンを使うのに比べると3倍ぐらいします。ですからそういうお値段が高いものは高いものなりでいいと思いますので、そういうものをお使いいただくところはお使いいただいて、 できるだけ、病院の方へのご負担を少なくするという観点から、市販の普通のノートパソコン、普通の Windows が入っているノートパソコンをそのまま使おうというところが、今回のミソの一つだと思います。彼のやることは要するにもう信用すると、もうまず信用する、それから仕事しやすい状態をすると、お互いにね、もうそれは前提ですから、もうベストを私もできたことをするし、向こうもできたことをする、そういう信頼関係ですね。ただもう専門的なことは全く分かります、私はね。だけど前には失敗してますからね、分かるんですよ、その金額出た時に、ああこれはもう妥当だと。気持ちの中の安心感、やっぱり近いで、まあ、それこそ歩いて数分で行けますから、そういった意味では気持ちの上では安心感あります。細かいトラブル最初の頃あったんですけども、まあ、そのためにこう来ていただいて、まあ、メンテナンスしてくれて、そういった面では非常に感謝してますし、今後もずっとですね、長く付き合っていきたいなと思ってます。
やはり、まあ、現場がお電話一本ですぐこちらの方も動けますよという部分はあるんです。まあ、今の地場に徹するという部分も含めまして、ちょうどいい関係を保てているなというのが今の現状でありますし、今後もそういった立場で模索し続けたプランが形になった。必要最低限の IT だが、それを最大限に活用する工夫によって今までできなかった医療を十分実現できると確信していた。個人のね、要するにあなたのための医療だっていうものをね、提供できる、そういうものをイメージというのが患者さん自身にも分かるようなものをね、言葉じゃなくてそういうものを提供できるような状況を作ることができると思いますね。これをやってると最初の頃は何かなって思ってたんですけれど、次の予約とかレントゲン取った時に自分の歯が大きく映って、それを説明してくださった時にはすごく納得して、さらに安心と信頼みたいのがプラスされて、患者に提供されるさまざまな診療サービスがクリニックへの信頼を強めた。自由診療への関心も高まった。勧められる治療に積極的に応じる患者が増えた。これ使い始めてから、いわゆる自由診療自体は、まあ、毎年、倍までいかないですけど、倍ぐらいでこう、もともと少なかったからですけどね、倍ぐらいでこう増えてきます。この時代ですからね、必ず本物を求めるはずだから、本物とはね、いわゆるその簡単に手に入らない。だから自分たちで一生懸命努力していると必ずね、スタッフもついてきますし、そういったこちらの姿勢は分かりますからね。訪れる患者がどんなに増えても、二人の根底にある思いは揺るぎそうにない。やらないよりは絶対やった方が、患者にとって一番いい方法は何かっていうのを考えてから、やっぱりやった方がいいと思います。やっぱりよりいいものを今この時代で求める人たちがいるってこと、しかしよりいいものがね、果たして何かってことについてほとんど情報がない。医療の世界でましてはわからないですよね。特に歯科の業界じゃダメなんですね、見てても。これ僕を作るときはホテルでも見てましたからね、ホテルをずっと見てましたから、いろんなところに行って患者の心に入るってことです。これが一番大事ですね。患者に伝えるべき情報を明確に伝える、確かな信頼を築くために、本来医療に必要なサービス、それが IT でできる。人々の心に応える真の医療が